はい、皆さん、ボンジュール、トシカキューバーです。今日は最高値を連続更新、インド株が急上昇している4つの理由ということで話していきます。インドでは2つの株式指数があります。S&P BSE Sensex はインドのボンベイ証券取引所の指数で30銘柄で構成されています。Nifty 50はインド国立証券取引所の指数で50銘柄で構成されています。この2つの指数はほぼ毎日最高値を更新しています。1年間で見るとセンセックスはプラス 37.39%、 Nifty 50はプラス 39.57% です。それは単純に憶測なのか、それともこの急上昇をさせている本当の要因があるのか。インド株の急上昇についてスクリプトボックスというインドのニュースサイトでは面白い記事がありました。タイトルを翻訳すると、インド株はなぜ2021年にそこまで上昇しているのか、そもそも正当なのか、今日はその内容を解説していきたいと思います。ということで、今日はインド株が急上昇している理由について解説していきたいと思います。理由は4つあります。1つ目はコロナ後の回復が期待されている。2つ目は溢れてお金はどこかに行くしかない。3つ目は株高はなんとなく正当。4つ目は株式より良い選択肢はない。インド株はかなり注目されていますので、今日の内容はぜひ参考になるかと思います。それでは始めていきましょう。まずインド株だけじゃなくて米国株もかなり上昇しています。1年間で見ると米国株はプラス 30.2%、インド株はプラス 39.57% です。今の上昇のペースは個人投資家にしても機関投資家にしても誰も理解できないものです。特にまだコロナの影響が完全になくなっていません。それを考えると本当に不思議な状況です。こんな状況になると単純に憶測じゃないのかという疑問が出てきます。インド株が急上昇している理由その1、コロナ後の回復が期待されています。特に多くの企業の従業員がオフィスに戻っているようです。要はコロナに関する考えが変わっており、経済に大きなプラス影響を与えています。感染者数が再び急激に増えない限りですけどね。またインド企業の最近の決算は非常に良いです。投資家にもしかしたらインド企業はこれからももっと良い結果を出せるかもという希望を与えました。その中でこの優良インド企業の株式を保有することは当たり前になってきます。小型株やNifty50指数にそろそろ採用される企業が大きく上昇していることも今の上昇の大きな力になっているようです。小型株はおそらく去年くらいまではかなりの期間低迷していました。一方、市場を左右するテクニカル的な要因はいつも存在しています。このチャートはインド株 ETF EPI の年初来のチャートです。今のインド株の価格が非常に高い水準にあるのはありますけども、コロナの影響を考えると組織化されたインドの経済が比較的に好調であることは事実です。まだ組織化されていない空間ではおそらく同じことは言えないですね。なので市場と現場で見られるものの間にはこういった差があります。コロナの影響で経済には数多くの小さな変化が起きており、GDP の本格的な回復にはまだまだ時間がかかることに違いがありません。特に消費についてはそうです。ただ上場している企業は多くの人が予想していたよりも良い状況になるように見えます。インド株が急上昇している理由その2、溢れているお金はどこかに行くしかありません。世界中の中央銀行の金融緩和政策によって世の中にお金が溢れてきました。その大きな部分は株式やその他のリスク資産、暗号通貨などに流れています。インドのような新興国の市場でもこのお金の一部を受け取ってきました。これが株価の上昇をさせていることに違いがありません。面白いのは最高値を更新しているのはインド株だけではないことです。フランスやドイツなど成熟した経済圏でも史上最高値を更新しました。ここでも主な要因として溢れているお金とコロナ後の回復であると思われます。もともとコロナ禍では
企業や経済を助けるために、中央銀行が支持した低金利を維持して債券を購入するという金融緩和政策が取られてきました。連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長が述べたように、来年は政策がより厳しくなりますけども、経済が回復していることが明確になった場合に限ります。インド株が急上昇している理由その3、株高はなんとなく正当です。コロナが発生して、インドの GDP が2017年のと同じレベルまでに戻されましたけども、根本的な数字はそこまでひどい状態じゃないというのは事実です。新興国の中ではインド株が最も高い期待成長率を維持しています。またそれだけじゃなくて、外貨準備高は過去最高になっていますし、インドの輸入も16ヶ月間をカバーすることができている状態です。輸出もコロナが発生した時と比べて 27.5% という驚きの伸びを示しました。また財政赤字も 7.2% と比較的に管理しやすい水準になります。ただ現在最も懸念されているのはインフレ率と失業率です。インフレ率は少しずつ下がっており、今後も伸びない見込みです。失業率は最新の推計では 6.9% となっており、なかなか改善しません。この失業率は、未組織部門で見られる大きな混乱の影響を受けているようです。ただ、もっと悪い状況になっていたかもしれません。今のところ、インドの経済状況が続くことを期待するしかありません。消費が戻ってくれば、インドは新興国の中では、高い水準の評価を正当化できる立場になると考えられます。インド株が急上昇している理由その4、株式より良い選択肢はありません。歴史を振り返ると、お金は成長しているところに集まってきます。投資に適した資産クラスの中で、インフレに負けない確実な成長を維持できたのは株式だけです。債券や金などの他の資産クラスは、成長のための投資というよりは、予想できない出来事に備えるための手段として利用されてきました。ただ、ある程度の信頼性のある成長が欲しいのであれば、世界中の株式に代わるものはありません。確かに暗号通貨や NFTs などは、今かなり流行っているんですけども、投機的であることと、歴史がないことからすると、信頼するのは難しいと言えます。毎週 20%、50% の下落は、足りる人以外は信頼できる投資とは言えません。また、最近では、インドの投資家も、株式を受け入れるようになってきたようです。インドにおける投資のデジタル化のおかげで、数年間に比べて多くの人が市場に参加できるようになりました。では、Q のまとめです。Q はなんでインド株が急上昇しているのか、その4つの理由を解説しました。理由その1、コロナ後の回復が期待されている。インド人が徐々にオフィスに戻っていますし、最近のインド企業の決算は非常に好調です。これからもいい業績が期待されています。その上でインドの小型株も成長しており、経営の基盤がしっかりしている状態になってきています。理由その2、溢れている金はどこかに行くしかない。世界中の中央銀行が行っている金融緩和政策から世の中にお金がいっぱいあります。そのお金は株式などのリスク資産に流れてきました。新興国株もその影響を受けて、その中には特にインド株が急上してきました。理由その3、今の株高はなんとなく正当。インドの GDP は2020年のレベルに落ちてしまいましたけども、様々な経済面で見てもかなり好調です。外貨準備高、輸入、輸出、財政赤字など、こちらの指標は全て好調です。その中で株価が上昇しても特に違和感がありません。理由その4、株式より良い選択肢はない。歴史を見てもリターンの最も高い投資先はダントツ株式です。今後もそれに変更はないと思われます。仮想通貨などもありますけども、まだ歴史が浅いので長期間で見た場合はどうなるのか、まだ誰も予想できません。なので信頼性の高い株式が選ばれます。今回の記事で取り上げられた理由は確実な要因ではありません。インドの支持はなぜそうなっているのかを完全に絶対的に理由できる人は誰もいません。そう言っても、今のインド株の急上昇は単純な憶測じゃなくて、
いくつかのファンダメンタルの要因に支えられると考えられます。今は市場から見える状況からするとインド株の上昇はまだ終わっていません。確かにインド企業がそのバリュエーションを正当化するためには大幅な利益成長を示す必要があります。ただ現状では特に消費が増加し始めればそれは不可能な高騰ではありません。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方はぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはブログとツイッターもやっていますのでぜひフォローお願いします。リンクは概要欄に貼っていますのでここに置いてればと思います。最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたらぜひ人の方にコメントしていただければと思います。コメントに必ず回答しますので何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。